健康増進や病気の予防をサポートし、もしもの時やその後も豊かな生活を応援する QOL 応援プログラム。その QOL 応援プログラムで循環器病対策をサポートする新しいタイプの保険、ベストスタイル健康キャッシュバック循環器病対策プロをご紹介します。早速加入後の体験を見てみましょう。加入時はマイリンクコーディネーターが丁寧に説明しながら手続きを進めます。マイ保険ページに登録いただくことで、ウェブサイトからも手続きやサービスの利用が可能です。数ヶ月後、会社で健康診断を受けた A さん、健康診断結果はウェブサイトから直接アップロードしたり、マイナポータルを通じて連携することができます。健康診断結果に応じた明治安田血管レポートが届きます。心筋梗塞の発症リスクが3段階のうち中と判定され不安になりました。生活習慣チェックに回答することで、健康状態の改善におすすめの取り組みが表示されます。レポートをきっかけに生活習慣の改善を始めた A さん、専用サイトから日清食品の栄養と美味しさの完全バランスを追求した完全飯などを優待価格で購入。自分に合ったレベルで実践できる循環器病予防トレーニング動画もあり、試してみます。しかし、だんだんと一人で続ける意欲が低下してきた A さん、マイリンクコーディネーターから習慣化支援サービスを案内され登録すると、習慣化サポーターから LINE でメッセージが届きました。習慣化支援サービスを続けて生活習慣の改善に取り組んだ結果、健康診断結果の数値も改善しました。キャッシュバックで受け取れる金額は健康診断の結果をもとに判定されるため、今回改善したことによってキャッシュバックランクが一つ上がりました。生活習慣の改善がうまくいかなかった A さんは、初めて D 判定の健康診断の結果を受けて、レポートには医師のメッセージ動画が表示されました。スマホからオンライン診療を受診したところ、日々の血圧測定を勧められました。早期に病院を受診し、通院治療を開始したため、給付金を受け取り、優待価格で家庭血圧計を購入、日々の測定を開始しました。しばらくして胸の痛みを感じるようになり、医師に相談したところ、詳しい検査を勧められました。検査の結果、狭心症と診断されて、入院治療を行ったことで支払い自由に該当し、一時金を受け取りました。治療がうまくいき、職場にも復帰した A さん、今日は久しぶりに楽しいゴルフ。プレー中に突然発作が起こり気を失い、救急車で病院に搬送。意識がないまま病院に到着。緊急時家族連絡サービスで病院と家族の連絡がつき、無事緊急手術ができました。急性心筋梗塞で手術をしたため、一時金を受け取り、経済的な不安も和らぎました。その後順調に回復に向かい、1年後には職場にも復帰していましたが、2回目の急性心筋梗塞が起きてしまい、入院することになる A さん、複数回の発病も保証されており、今回も支払い自由に該当したので一時金を受け取りました。また万一介護などが必要な状態になり、支払い自由に該当すると、一生涯の年金を受け取れるので安心です。このように QOL 応援プログラムでは、病気の特徴を捉え、保障とサービスを組み合わせて提供することで、予防やもしもの時、そしてその後も、あなたらしい豊かな生活をお手伝いします。その QOL 応援プログラムで循環器病対策をサポートする新しいタイプの保険、それが明治安田のベストスタイル健康キャッシュバック循環器病対策プロ。